岩村さんが就活の場に選んだのは HAB 北陸朝日放送。そう、今皆さんがご覧になっている番組を放送しているテレビ局です。こんにちは。こんにちは。岩村幸喜と申します。よろしくお願いします。北陸朝日放送の荒木美優です。よろしくお願いいたします。今回本音で語ってくれるのは入社2年目報道制作局報道情報センターの荒木記者。警察司法担当として事件や事故災害などの取材に加えディレクターとして番組制作にも携わっています。荒木さんが働く場所 HAB 北陸朝日放送は1991年10月に開局したテレビ朝日系列の放送局で2021年に30周年を迎えます。日々のニュースや地域情報はここから発信されています。この日は夕方の情報番組ギュッと石川ゆうどきライブのリハーサルの真っただ中。ここが実際に北陸朝日放送のスタジオになります。裏側を見てどうですか？はい、普段はこっちだけが映ってると思うんですけど、はい、実際にこっちの裏側撮影の裏側を見えて思ったのが照明の数が多いなと思って、あとカメラの数もすごくいっぱいあるっていうイメージで、さらに岩村さんこんな疑問が。光ってると、はい、今このカメラで撮ってるんだっていうのが分かる。なるほど。芸能人とかが1カメとかいうのは1カメとかいうのはこの1。あ、なるほど。1のカメラが1カメ、はい、あ、なるほど。だから1カメ見てくださいってカメラマンさんが指示すると、はい、こっち向いて喋ったりとか、はい、あ、いろんな角度から撮ってる。 そうそう。そして放送の要、番組の心臓部ともいえる場所も見学。ここがサブと言われる場所です。はい、夕時の番組を管理している場所。テレビの数もすごい多くて、うん、見たことあるような場所です。よく見たことある部屋だと思うんですけども、はい、ここで画面を確認したりとか、今、はい、オンエアではこの画面が映っていてっていうのも確認している場所になります。はいはい、ここが私が実際に働いているフロアです。はい、こちらにあるのが実際に取材で使うカメラです。担いで見たことありますか？あ、ないです。はい、はい、じゃあこうやって左手に向かってみて、はい、画面を広げて薄い肩に乗せて、はい、はい、で一回覗いてみて、はい、はい、でこう、うんうん、こう感じで、とこちらってお値段おいくらで？約1000万近くは。1000万、はい、いろいろボディとレンズといろいろ込み込みで、はい、はい、それくらいします。すごい。荒木さんはなぜ北陸朝日放送を選んだんですか？はい、私は出身が北陸なので北陸のテレビ局で多くの人に発信したいと思ったからです。と大学はどちら？大学は東京でした。東京。他の関東のテレビ局は選ばなかったんですか？関東も考えたんですけど、はい、やっぱり地元で情報を発信していきたいなっていうふうに思ったので、はい、こちらを志望しました。荒木さんが入社して良かったなって思うところと大変だったなって思うことはありますか？良かったなって思うことも大変だなって思うことも同じくらいあったんですけど、やっぱりその私たちがタイムリーなニュースを取材してそれを見ている人の役に立てているっていうことが、誰かが知りたいと思ったニュースを伝えられているっていうことがすごくやりがいに感じてます。私の時はなんか就活っていうと相談会があったりとかっていう風に、はい、あまり例年変わらない感じだと思うんですけども、はい、実際に今の学生さんの就活ってどういう風になってるんですか？はい、今年1年コロナの影響を受けて大学の講義などが基本オンラインの形になってしまったんですけれども、うん、そのインターンシップ、企業のインターンシップとかも全てオンライン仕事体験っていう形になってしまって、実際に体験することができなくなってしまったっていうのがあります。うん、そっか。じゃあ実際にその場では行かずにもう本当に
Zoom だったりとかそういうオンラインでやる形なんです。はい、はい、そうです。僕たち就活生に何かアドバイスなどあれば。私も就活してた頃を感じてたことなんですけども、はい、やっぱり自分の思いだったり自分自身のことを素直に話していったらいいんじゃないかなというふうに思ってます。就活っていうのは多分人との出会いの場なんじゃないかなって私は思うんですけども、私も取材してて会った人のことは大切にしたいなって思いますし、はい、自分が何かを話すことで、はい、知れる部分ですとか逆に気づけたりする部分が多分あると思うので、そういう出会いを大切にしていってほしいなっていうふうに思ってます。では本音で語る HAB 北陸朝日放送の求める人材とは。私はこうしたいと思います。この言葉だけで考え方やアイデアが広がってくると思います。これからのテレビ局は今まで培ってきたものを生かしながら新しいことに挑戦していかなければなりません。ここ HAB にはその挑戦できるステージがあります。地域と一緒に、そして私たちと一緒に新しいことに挑戦していきましょう。岩村さん、HAB 北陸朝日放送の本音は見えましたか？今回テレビ局の訪問をさせていただいて、いろいろな部署があることを知ることができましたし、自分の中での仕事の視野を広げることができました。この経験を今後の就職活動に生かし、大学卒業後映像制作の仕事に携わっていけたらと思います。